はい、どうもお疲れ様です。先ほどはね、えー、更新した動画の中で、えー、なんか不適切な、不穏当なものがありました。それは、私なんかがね、東京都知事に出るっていうのはね、冗談で言ったところで、何の影響もないということでございます。まあでも、ちょっとやってみたかったんですよ。もうね、これね、この機会を逃したら、似たようなシャレをやるチャンスはないですからね。で、今回の動画なんですけども、朝のライブ放送でもね、あのー、再び、 起きた現象なんですけども私の視聴者さんがコメントを書いてくださったんですけどもそのコメントがね全くその反映されてなくって当然私も読めませんし他のライブ放送の視聴者さんもそのコメントが読めないと。で書いてくださった視聴者さんだけが書いてるのに全然読まれないみたいなことでねなんか私が悪者みたいになるじゃないですか。だからあ これ全然コメントに反映されてませんよっていうのを私も申し上げましたし他の視聴者さんも見れてないですよっていうふうに言ってくださったんですけどもあのここで何が言いたいかっていうとね YouTube っていうのはやっぱりこう人がやっている一般企業なわけですよですんでこういった小技つまりあの誰の情報を反映させるか誰の情報を出さないかってことがねできちゃうわけなんですよねでで似たようなケースで私も 何がどう簡に触ったのかわかんないんですけどもあのチャンネルの利用制限ってねたびたび食らうんですよほ、うんであのメンバーシップっていうのやってたんですけどもメンバーシップを強制解除とかってね何なんだよと思いますよね、まあ、確かにメンバーシップ私は Google に公言できるほどそんなにねあの視聴者さん契約者さんが何万人もいたわけではないですけどもでも少ない視聴者さんだからこそ、うんね、強制解除はないだろうと思うんですけどねまあそれから私の発言がねいろいろと YouTube 上を ちょっと適さないっていうことで動画が強制削除されたりとかねペナルティで1週間投稿禁止くらったりとかね、まあ、あるんですけども、まあ、そんな中でもね結局は私に YouTube で、えー、発言の場を与え続けてくれてるからまあありがたいこともあるし窮屈なところもあるし持ちつ持たれつってとこですかねはい皆さんも YouTube の利用上はいろいろと気を使ってくださいあのグーグルさんに嫌われたら放送できませんからねそれじゃあ